5月8日、時刻は8時を回りました。今週も始めます、まちつた情報局です。ということで、ちょっとまだ画面切り替わってないですね、すいませんね。今週もね、今週もお送りしますよ、まちつた情報局ね、はい、今週も一緒にチェーモンさんに来ていただきました。2週連続です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ゴールデンウィークも上げましたけどね。終わりましたね。すでに終わった。急にテンション上げましたけど、我々、はい、いきなり NHK から民放の空気になりましたよね。いやー、でも本当に、どうですか、今日はちょっとスタジオ静かですけど。とっても静か。まあ、ね、個人的に普段の感じかな。普段こういう感じやってますね。普段こんな感じで静かなんですけど。ね、世間はもうゴールデンウィーク、おとといで終わりですか。一昨日で終わり。でもまた、昨日今日って言って、また明日から土日でしょ。土日です。だからなんか、公務員とか休み多すぎないですか。公務員だけを言っても仕方ない。けどなんか話聞いたところによると、はい、まあ、一番休みの知り合いの方は29日からいつまで休みだったっけ ?29日つったら、4月の。そう、4月の20。祝日だ。祝日から。緑の日でしたっけ緑の日から、はい、緑の日から、9日まで休みだったっけだから。6まで ?10 日まで休みだった。10日まで、うん、フルで使ってるんですね。フルで1、2、3、4。12日じゃないですか。そう、12日。バカ者だ、バカ者。これも冬休みと同じぐらいじゃないですか。いやいや、田舎の年末年始。田舎のね。で、あと、まあ、多すぎだな。聞いた話の製造業のね、はい、ライン止めちゃいけないところは、はいはい、まあ、大体まあ、29日の、緑の日は出て、はい、でもうメーデーがあるんで、まあ、2日から明日まで、じゃ10日まで休みっていうところも聞いてます。逆に2日か10日っていう、そういう後半の長いみたいな。そうそうそう、前半のちょこんちょこんはちょっと、まあ、我慢してくれる。ああ、止めたりつけたりするだから、そうそうそう、それはちょっと流れ的にっていうことで、うん、それを後ろに持ってきて、長い連休でしょ、お前らっていうね。じゃあ今まだ本当にまだ後半始まったみたいな感じですよね。まだまだ、あと2日か3日あるのか、今日含めて3日あります。そういう人たちもいらっしゃる。なんかだから本当に一番長いのは、もっとその前の週の26から今週の土日までみたいな、やってる人もいるらしい。それは逆に言ったらどういう業種の人なんですか、うん、だって公務員はカレンダー通りでしょ、大体。で、まあ、製造業の人もそうですよね、ラインとかその工場、それ以上の人たちって何なんですか、うん、え、だからフリーターでしょ、ただの。いや、プータローとか何のか、大手企業の方ですけど、大手企業なんか、それがどこなのかね、いまだに分かんないんですよ。大型連休を取って成田空港で、家族を連れてどっか行くって、そうそう、でもいち早くゴールデンウィークって言ってるじゃないですか。俺はまだ仕事なのに。だそれはあんたたち何の職業してんだ、職業なんです。俺それ知ったら、俺それに再就職したいです。マジっすか。ちょっと休み多いとこしたことないですか。いろいろ言えないこともありますね。曲というかですね、まあ、オープニングトークはこの辺にして、ね、声が出ないとこでは、まあ、はい、チェーモンさんにはどんな企業の方なのかはご紹介しますので、はい、あ、そうです ね、あ、知ってるんですね。知ってます、知ってます。じゃあちょっと後の休憩の音楽挟んでる時に、その時ちょっと押します。ということで、今週もまちつた情報局スタートです。はい、というわけでね、いろいろ。そうだったんすか。いろいろあるんですよ。いや、ちょっと俺再就職しますわ。マジっすか。いいっすか。いいですよ。できるんじゃないですか。もう年齢的に無理かな、35じゃ。大丈夫大丈夫、まだまだいけますよ。わかりました。ということです、ゴールデンウィークですよ、はいはい、で、まあ、先週のね、放送が5月の1日に放送あったわけなんですけども、うん、はいはい、その後、あとその2日後、はい、この今誰もいない、誰も例のね、この間出てくれた、なんか違いしないですか、これか、それじゃない、違う、うん、これ違うんですよ。あ、落ちちゃった。もうそこにもないんですけど、はい、太郎山、第1回太郎山登山競争ということで、ね、うん、開催されたところに私もですね、行ってきました。もう、はいはいはい、どうでした。ですね、うん、いろいろ驚いたことが多々ありまして、はい、まずまあ、スタート地点がこの道を上がっていったところの大星神社っていうところなんですけど、はいはい、まずね、スタッフね、朝7時集合、はい、もう目くすりながら行ったんですけど、はい、まあ7時集合って言ってるにもかかわらず選手いるんですよ。あ、って、まだだってスタート開始が
9時半なんですよ。9時半で7時になんで選手いるしみたいな。スタッフが来る前にもお客あの選手がいると。選手なんかウォームアップしてどういうことこれみたいな。遅刻しちゃったみたいな思われてるみたいなね、うん、スタッフが。だってスタートはじゃなくて開会式の駅前で、はい、駅前のスーシャの前でやってたんですけど、はいはい、それにあなた方出るんですか出ないんですかわからない。そういう人から始まりまして、はいはい、でスタートが9時半から、うん、でドーンと叩いてどんどん登っていくじゃないですか、はいはい、で370人ですから、はいはい、最終スタートが11時ぐらいになっちゃうんですよ、うん、スタート9時半ぐらい、はいはい、最後の人がね、うん、で、まあ、我々町下その大星神社さんと、はい、上の太郎山の山頂で2大中継みたいな形でやらせていただいたんですが、はいはい、一番最初にゴールした方10時10分ぐらいにもうゴールしてたと。えスタート何時って言いましたっけ。スタート9時半からで、その頃から一人ずつ15秒間隔で出てるんで、はいはい、誰どのタイミングで出たか分かんないけど10時10分過ぎにはもう一人目ゴール。その人が 何分に出たか分からない。分かんない。それまで分かんないですけど。何キロのコースでしたっけそれは。それが 3.3 キロ。ああ 3.3 キロか。でね、はあ、で10時10分正面でまだスタートしてるじゃないですかこれ。まだこっちスタートしてるのに上から下ってきてすいません乾燥書くださいまだ始まっててね途中の人もいるのに。そうスタートしてない人もいるのに。そうそうスタートしてない人もスタートしてるんですよまだ。でもかかる、はい、もうかあれ最初 目こすって出た方だよねって確認したら一番早い人が。そう私は到着したから。そうそうくれよと。そうそうくれよ。そんな感じで、はあ、じゃあ一番早い人はあの遅くても40分ぐらいできてるわけですよね。そうそうそう。早かったらもっとそれより早いと、うん、9時半に出て10時10分そうそうそんな感じで、はあはあ、早かったです。びっくりしました。で聞いたらもう、はい、もうスタート最後のスタートの人が出る、うん、どのくらいだったっけな。その頃にはもう 3,4 人か 5,6 人はもう帰ってきてた。おー皆さんなんかモチベーション上がんないですね。もう絶対優勝はできないんだっていう。いやだけど、まあ、関係ないのか。関係ないですよ。だからスタートがタイムか。タイムだから。あそうかそうか。で全部あの自分たちリストバンドのとこになんかあの測るやつがあって、はいはいはい、スタートの時を押して向こうでピッてやって何分って測るんで、うん、全員がゴールするまで分かんない。なるほどなるほど。そうか一番最後の人がもちろんでも一番最後にスタートする人が早いんですよね。そんなことないですか。だけど聞いた話によると関係ない。あのね、ここにね、虎の巻のようにね、その、はいはい、名簿をいただいた名簿あるんですけど、エントリー順か。エントリー順で、関係ないですね。ま、でこれエントリー順というかこのね順番で出発していくんですよ。はいはい。で聞いたところによるとこちらだって、まあ、あまり伏せますけど、あの、ね、見えないから。あの職業とは伏せますけど、見えないでしょ。分かんないでしょ。分かんないですか。見えない。一瞬見ても見えんじゃないですかこれ。多分見えないと思います。これあこれ見えない、ね。うん。逆だしね。これでも。あもう日々いやこれは言ってもいいでしょう、うん、もう自衛隊の方々ですから、陸上自衛隊の方ですからね。だからもう山岳とかでこう山岳の専門の人かもしれないですね。そうそうそう。いやむしろそうでしょっていうことだからね。だってこれすごいよ、うん、これは、ま、間違いないですね。なんとコシヒカリとかなんか書いてありますけど何なんだろう。何なんだろうね、うん、タクシーの人とかもいますよ。普段足使ってないのに走れるのかっていうね。走れそうそう、すごい人たちいっぱいいるんですけど、まあ、だからそのねもう、まあ、優勝したのはこの宮原さんっていう、はいはい、一番最後にスタートが優勝したんですか。優勝しました。あやっぱり早い人が最後なのかな。最後みたいですねやっぱり、ね、そうでしょ。だけどこれね、こうやってずっとこっち9時半からずっとスタートしてくるじゃないですか、はいはい、あの最後の人に最後 その優勝した人、はい、何人抜いたんだよっていう。ああそうか。そこまでは聞いてないんですけど、まあ、間違いなく前1個手前に出た人は確実に抜かれてるわけです。あそんなことないのか。うん、なんかねあの11時4分、ね、予定時間11時4分なんですけど、はい、実際ね11時前にはね全員スタートし終わってました。なぜか。まあ多分当日来れなかった方もいたのかなっていう話でちょっと詰めてね、うん、ああそうなんですね。けどねびっくりしました、はい、本当に早い人早い早い。だから中継はどんな感じだったんですかその上で。あの鈴木さんが、あうちの上で、あ上で動画撮ってて、そのね上の模様なんですけど、このチャンネルの下の方に、はいはい、番組見てる方後で、今生放送しか出てませんけど生放送の後、はい、番組横にねいっぱい、あの山頂でのゴールシーンっていうかいくつか、はいはい、あ三ね全部で33動画残ってますんで、はいはい、それをちょっと今ですねまとさすがに33もクリックするの嫌なんで。
今ちょっとそれ一つずつまとめてますんで、まあね、まとめ終わりましたらまたご報告しますんで、はい、どんな感じだったのかなというのが分かると思います。あ、なるほどね。それ見れるわけですね。それはそこから動画が、そうあのクリックするとこう どういうふうにゴールしてたのかなって分かる。あ、なるほど。ちょっと話だけだとね、見てみたいですね、どんな感じかって。そうですね。あとまたその、YouTube の方にまたアップしておきますんで、あれしますけど、まあ、で、まあ、結局ね、なんで33人もなったかって話なんですけど、はいはい、まあ、の実際のところ、その山頂、軽山山頂のところでその電波の関係あるじゃないですか、はいはいはい、電波が完璧にできるのかって話になると、完璧じゃないですよね、やっぱりね。まあね、山の上だったらね、つながることはつながるんですけど、風向きだったり、はい、その機械の位置によってそのやっぱり飛ばせたり飛ばせなかったとこが新しくて、はいはい、聞きましたらずっと回してたんですよ、はい、ずっと回してたんだけど、やっぱりその切れるとやっぱりそこから、ね、映像流れませんし、はいはい、また繋がったらまた流れますしみたいな、うん、そんな感じだったんで、うん、面白い動画になってるんですけど、はい、ちょっとそれ一つまとめにしてちょっと皆さんに見ていただきたいなと思ってまして、はい、ちょっと今一生懸命作業してますけど、だから参加した人とか、した人とか見たいんじゃないですか。多分ねスタートはいいと思うんです、多分、はい、でちょっとね、スタート地点の方なんですけどいたんですけど、ずっと放送しようと思って、はい、マイクも構え、カメラも構え、さあスタートドンってやってたんですけど、はい、まずその本部の方で、うん、マイクを使って喋ってる方々がいて、はい、その声も撮りたいなと思うし、はい、かといって自分の声そこでガンガン入れるのもなと思いながら、うん、と悩んでる矢先に、はい、もう準備はしてたのは分かってたんですけど、はい、和太鼓がドンカンドンカン叩いてるんですよ。音入っちゃってんだ。もうすいません、喋れませんって。もうそこも生のね、醍醐味っちゃ醍醐味ですけど、ね、醍醐味っちゃ醍醐味なんですけど、だから、ね、どうしようもないと編集できないからね。もうそこは聞いた話によると、その、その何リストバンドのところにスタート押してスタートするんですけど、はいはいはい、そのね、音がピッピッってほんのちっちゃい音だったらしくて、押して鳴ってるのか鳴ってないのか分からずに出ちゃった方が結構多かったらしくて、だからタイムがちょっと分からないっていう方が、なるほどね、多少ずれちゃってる、そう何人かいたって話して、びっくりしました。乾燥だから、乾燥症と見たら全然違うよ、タイムがあって自分の時間と、そうどうなってんだみたいな、ね、そういう方がいたって話をちょっと聞いてますけどね。うん、まあ、来年もしやるんであればいろいろと課題も ね、まあ、そうですね、いくつか見えてきてはいるので、その辺ちょっとね、うん、改善するために私もちょっと会議に参加したいなと思ってるんですけど、ね、まあね、だけどね、意外と要するに人が集まってるじゃないですか、うん、近所の、ね、おじいちゃんおばあちゃんたちが何してんのって聞きくるんですよ。こんな人待って、そうそう、山で何のどんな悪い悪さするんだみたいな、そうそう、何みんなして走っていってるの、それも太郎山って書いてあるけど、太郎山登るんかいっていうから、登るんですよ、これがみんな走っていってるんですよ、何やってんだい、太郎山で何するだい、まさか何するだい、何ヨタ国大っつって、ヨタ国大って、まあ、なん、いやそうじゃないんですよって全部説明してね、で一番早い人何時頃出るだいって、11時ちょっと前ぐらいかなとかって言ったら、11時ぐらいに来てもう終わってたみたいな。あれもういないんですか、ゴールしてる頃ですか、ね、そうゴールしてる頃にね、やってきました、びっくりしたんですけど、そんな方々が多くね、うん、いらしたので、まあちょっと来年に向けていろいろと多分ね、運営してた今誰もいない、ね、そちらにいないですけど、もういないですね、もう打ち上げ行っちゃったんですか、どうなんでしょう、まだ後ろに荷物いっぱいあるんで、これはどうする、まあ今日は来ないと思いますけど、うん、今日は来ないと思います。でもこの大会が終わったら事務局がなくなるわけじゃないですよね。あ、大丈夫です、ずっとあるんです、ずっとあるんですよね、あります、あります、うん、なのでちょっとね、また何イベントある時にまたちょっとこう一緒に出てもらって、そう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 、またあるわけですよね、もちろんね、なんかあるんです、そういうのはね、うんうん、逆にこの放送システム、この間もね言ってましたけど、多分声聞こえてないと思うんですけど、はい、とても楽しかったって誰が出たを、ああお姉様がとてもですね聞いてたら、やっぱりああいうことで喋るのっていいよねとかって言ってたんで、うん、いや喋った方がいいですよ、いろんなのね、拡散しますから、ね、またちょっと、このシステムを教えつつ、うん、いきなり番組が始まるかもしれませんので、そう、その時はもうやり方さえ覚えちゃえば誰でもできちゃうっていう、誰でもできちゃう一通り音が出すシステムもあるし、普通に配信できるようにネットもつながってるし、はいはい、枠はいくらでもあると、
枠はもう、どのぐらいあるんでしたっけ、枠。枠、あのちなみにぶっちゃけこの放送以外は全部枠空いておりますんで。スカスカじゃねえかおい。え？スカスカじゃねえかおい。すいません。むしろここしかないみたいな。そう、ここしか。レギュラー番組。レギュラー番組ここしか。だからもしかしたら私番組持ちたいよっていう人がいたら。あ、もうあの町下の方にメールもらえばね。メールもらえればね。で、メールアドレスなんですけど。フェイスブックでもいいし。ね、こちら。どっからアクセスするんですか？出てねえじゃん。ちょっと待って。変えるからちょっと待って。見てる方もいるんですから、4人ぐらい。いませんね、ちょっと待って。いません、ね。これね、いないんですか見てる人が。いるんて、いるますいますよ、絶対いますよ。ちょっとこれ削除して。そうするとね、うまくね。生放送中に作業してる。作業するってほらメッセージが。ちゃんとアドレス出ますね。ああ、なるほど。こちら欲しいな、ください。よろしくお願いします。くださいね。そうするとこの iPad がピコンってなりますんで。はいはい。よろしくお願いします。ああ、なるほど。今まで来たことあるんですか。ありますよ。オンエア中に。オンエア中に。だから嬉しいですね。オンエア中に来るととても嬉しいんで。ねえ。それを話題にできますから。そう、お、来たーっつって。そう、テンション上がります。やってる最中ピコーンってなるんですよ。一人だったらなおさらね。超寂しいっすよ。嬉しいじゃないですか。嬉しいですよ、本当に。うん。ね、あと、あのね、はい、どこの方でしたっけ、ちょっと待ちくださいね。聞いてますって方が一人。もうすでに聞いてるという方。貴重だな。ありがとうございます、本当に。毎週聞いてくれてるんですか。いや多分毎週じゃなくて今回恥だと思いますけど、はい、あ今回今聞いてるんですか。今聞いてる方が1人いらっしゃる。あらら、何ちゃんですか。ちょっと待ちください。女の子。いや男の子。男の子ですか。男の子です。いやがっかりしちゃったんでしょ。いやがっかりしませんけどね。今がっかりした素振りを見せちゃったんですか。サザン、アットマーク光109号さん。ほう、見ていただいています。ありがとうございます。こんにちは。あ、こんばんは。よろしくお願いします。もうあと45分ぐらいですからね。お付き合いください。よろしくお願いします。ね、トイレ行きたいのも我慢していただいて、ね、そうですか。まあちょっとだから来年もまたね。そうですね、ぜひね、もう第2回第3回と続けていただきたいなと思います、うん、これが成功に終わったということでね。そうそうそう、次もあるでしょう、来年もね。そうですね、今回春でしたけど、できれば秋ぐらいにやってもらいたい。あ、いいっすね。秋とかも全然走れますもんね。だから、うん、だから夏は厳しいですけど、涼しくないですか、山、田原山。どうなん、そんなんでもないですよ。 1000m ぐらいですからね。そうか、うん、富士山ぐらいの高さになります。高さだと大変ですよ、もう逆に、うん、まあそうですね、酸素不足になっちゃってね、うん、ね、なるほど。じゃあ秋開催するかもしれないということ。そうかもしれない。ちょっとまだはっきりね聞いてませんけど、またそれは事務局いないですけど、事務局の皆さんがね、うん、どうやってくれてるのか、はい、ちょっと楽しみにしたいなと思っております。なるほどね。さて、ですね、ここからなんですけど、どうしようかなと思ったんですけど、ね、ちえもんさん、ちなみにお酒好きですか。お酒はね、飲みますよ。お酒飲みます。お酒と女は大好きです、やっぱね。はい、で、いいじゃないですか。さらっと流されちゃった。いやいや、そうじゃなくて、はい、実は5月の10日なんですけど、はいはい、上田市塩尻地区、10日さもあさっての日曜日、ね、あさっての日曜日なんですけど、はい、最寄り駅かですね、信濃鉄道の西上田駅、はい、徒歩そこから10分ぐらいなのかな、西上田から10分ぐらい歩いて、10分ぐらいのとこにある靴掛酒造さんっていう、はいはいはい、日本なんか聞いたことある、ね、福武寮さんとかね、福武寮っていうお酒を作ってるとこなんですけども、はい、うんうんうん、そこの靴掛酒造さんが、はい、蔵開きと、蔵開放2015開催のお知らせと、ほ、ですね、時間がですね、10時から16時まで、はい、入場は15時30分までとなっておりまして、はい、ほうほう、聞き酒は有料ですが、会場内の入場は無料となってますので。あ、じゃあ地酒ってことですね。そうです、もうね、あ、いいっすね。もうね、いろいろと最寄りがいろいろありまして、はい、ですね、先ほどちょっと私仕事柄ちょっと行く用事がありまして行ってきたんですけど、もう一生懸命準備して飲んできたのかも。いや、飲まないです。飲んではいないんですけど、飲んだら運転してないですよ。そう、飲んだら運転できないし、ここ掘れないんで、うん、いや、喋るの大丈夫です、飲んでもね。そうそう、もっと滑らかになるかも、そうそう、もっと饒舌になるかもしれないです。なるかもしれないですけど、はい、それはあれとして、今回ですね、その聞き酒なんですけど、はい、聞き酒し放題と、有料なんですけど、し放題。ちなみにおいくら万円ですか。だから要するに、そのお酒 その飲むおチョコあるじゃないですか、はいはい、おチョコとか1号マスを買っていただいて、あ、それで何でもいいと。そうそう、だからそれを、はい、それを買って、はい、そこにそのね、靴掛酒造さんのお酒、ここに書いてあるのは十種類のお酒を飲めるそうです。わーわーわー、これはすごい。しかも10時が何時まででしたっけ。16時です。ペロペロになるぞ。4時間ね。10時から16時でしょ。16時、4時ですよね。6時間じゃないですか。6時間。だから行ってもいいでしょ、最後まで。そう、いいんだよ。いや、これちょっと本当に泥酔者出るんじゃないですか。出るかもしれないね。ちょっと一回休んでまたみたいな。そうそう、出てもいいんですか、出入りしても。
いいんじゃないですかね、多分。で、聞き酒のそのおチョコの方なんですけど、これは買うの500円ね。安っ。いちごマスの方で1000円と。いや、それでも別に。そうだよ。1000円だったらやっぱり、でもおチョコ500円でもちょびちょび飲むと結構一緒ですもんね。結構入るよあれ。全然お得じゃないですか。お得ですよこれ。でちょっと隠してつまみ持ってきて。ちなみにおつまみというかですね、ここね、はい、汚いこと考えちゃいましたけど、今せこいこと、ね、いろいろとね、ウリの漬け、はい、けたやつ、おう、うん、とかでいろいろ食べ物のもある、食べ物もある、うん、甘酒も用意されてるとかね。すごいお得だ。だから地酒のみですよね、もちろんね。ビールとかそういうのはないわ。ないないない、もう日本酒のみで。ああ、だから日本酒が好きな人は最高じゃないですか ね。ちなみにヤギさんはどうですか。私ちょっとですね、その日ですね、はい、午前中から、うん、その近所のボランティア清掃をしまして、会社の方で、はいはいはい、でその足でですね、10時11時半まで ですね、はい、ちょっと別の場所でですね、ちょっととある、ここに本があるんですけど、はい、ね、ちょっと待ってくださいね。ごそごそと、そうそう、このね、またCM したけ、ここにある。お、なんて書いてあるんですか。学校で教えてくれない愛される人になれる授業。おお、いいっすね。なんすかその魅惑的な。結婚、長野結婚支援センター代表のですね、溝端裕二さん。なんですか、どこ。え、長野結婚支援、ね、そんなのあるんですか。あるんです。結婚支援センター、支援センター代表の溝端裕二さん、男性しかも。上田なんですけどね、住んでるところ、はい、その方がこの本を出されまして、はい、その授業があると。はいはい、授業があると。私それに参加してまいります。え、授業っていうのは要はどういう、この人がやるそういう愛される人になるっていう授業。そう、この本についてのことをいろいろと、ああ、だこう聞きたい聞きたい、ね、だからそれを私聞いてきます。いつから、何時からでしたっけ。それが10時半からなんですけど、はい、先ほどメールが来まして、男性は全て枠が埋まってまして、あと女性のみ数名 OK ですみたいな。男性はだから少ないと。男性が多いんです。あ、男性の方が多いと。男性の方が多いと。へえ。で、まあ、この本ね、意外とね、読みやすいんですよ。はい、私も買って3日で読み終えました。あ、貸してくださいかこれ。あのね、すぐ、何、レンタルしていいですか。レンタル OK です。来週まで返しますから。あ、はい、あ、来週でも放送俺出ないですもんね。うんうん。じゃあ次の放送の時に返しますけど、ちょっとこれ、けどこれないと俺授業出れないんだ。そうか、そうか、うん、それを買ってる人が出れると。いや、そうじゃないんだけど、うん、一応この時これ持ってったかないと分かんないんで。あ、またちょっとこれちゃんと入れたらしますんで。いやいや、いいです、いいです。いや、ちょっと見せてください今。どうぞどうぞ。愛される人、愛される人になりたいんですか。なりたいです。とってもなりたいです。愛されてないんですか。愛されてないです。一日10回ありがとうと言えと書いてありますよ。そうそうそう。嘘をつくな、うん、口を言うな、うん、ネタがないときは自分のことを話せ。そう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 。話の引き出しをたくさん持て。話の腰を折るな。ね、いっぱい書いてある。全部で、68個。うん、いや、でもちょっとここいろんないいこと書いてあるんですね、うん、謝り上手になれって。なんか謝るのね、ちょっと苦手な人っているじゃないですか。います。なんかね、すぐプライド高い。そう、話し始めてなんか自分が負い目になると、そうじゃないんだよとか、うん、言い訳を言う、ね、言い訳言う人結構いるんですけど。いや、俺もね、謝るのね、なんか苦手ね。だから怒られたくないっていうのあるじゃん。あ、そう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 。だったら怒られるなってことで、うん、怒られるようなことは一切しないとかね。うん、それはね、大体そんな、うん、言われる前に動くと。うん、それが一番ですよね。細かいことは気にするな。俺気にしちゃうんですわ。俺もダメなんですよ本当に。俺ね、だからこの間ね、なんかのインターネットのサイトで、はい、男の脳と女の脳っていうのがあるんですよ。いろんな質問があって30ぐらい項目の頭の、そうそう、うんうん、それでその30項目を自分でイエスノーでやると、うん、あなたの頭は人間的に何パーセントが男の脳で、うん、何パーセントが女の脳かっていう比率があるんですよ。あ、はいはい、別に男だからって 100% 男になるわけじゃない、うん、73で女の脳の脳でした俺。あら、まあ、70% の女性の脳らしいです。へー。だからやっぱりちょっとそういうめめしいところあるんでしょうね。あ、うん、それ言われてみたら、あ、確かになっていうのがあるんです。あ、だもっと本当は男らしくなりたいですよね、うん、脳がね。体は男らしくても、うん、脳が、ほら、脳が、え、人間ってやっぱりもうこう持って生まれたところってあるから。そうですね、細かいところ気にしちゃうとか、うん、あるんですよね、うん、なんかこうなんだろう、うん、なかなか忘れられないとかね、うん、引きずっちゃ う、ね、過去の過ちを引きずっちゃうとか。あ、それはよくありますね。二、ね、人とも女の脳か、これは。あ、かもしれないね。めめしい会話になりそうだな、今日。あ、まあ、まあ、そういうこと。どっちかが、ね、ね、胸張って、ちょっとあれはありますけど。またちょっとこの本に関しては、また、ちょっとまた今度10日の日に溝端さんに話してきて、もしかしたら授業をここでしてくれるかもしれませんけど、はい、それいいっすね。またちょっと話、ちょっとしてきますんで、ぜひぜひ。またそれは、お楽しみ。俺も受けたいわ、それ。いいっすね。ね、
またちょっと あるそうなのでまたちょこちょこやっていきたい。そっからお酒の話から急に溝端さんの話になりましたけど。そうですね、大丈夫ですか。でじゃあ結局ヤギさんは行けないってことね。そのそう、私ちょっと行かれないんですよ。あ、そうなんですか。お酒は飲めるんですか。お酒大好きです。何が好きなんですか。ワインか日本酒ビール飲まない。ビールダメですね、ダメ。ビールなんか飲むとすぐ酔っちゃってダメ。じゃあ炭酸がダメ。え、ビールの方が日本酒とかワインの方が強いじゃないですか。うん、けどあっちの方が全然いいそうなんですか。あっちの方がいい。俺絶対そっち行くと逆に悪酔いしちゃうタイプでさ、ワインとか。ワインね、悪酔いしなくなりました。あ、そうっすか、うん。じゃあ今度飲みましょうよ。飲み方教えてもらったから、ここでここでやりながら、やりながらやりますか。いいんじゃないですか。あ、全然いいです。夏とか。あ、いいですね。お祭りのひと時とかあるじゃないですか。あ、その時はここで飲みながら、あ、みんな元気かいみたいな、ね、つってね。どうせみんなお祭り酒で飲んでんだから。もちろんです。うちらも飲まないと。あ、それはそれはやらないとね。いいですよね。よし、決まりました。祇園か和尚の時は我々2人でそこで酒お酒飲みながらやる。はい、やりましょう。間違いなく乱入する方多いと思いますが。いますよ。だからそういう人もこう飛び入りゲストも OK ということで、ね、そういうことでね。とりあえず機械だけは壊されないように守ります。そうそう、守りながらね。そこ大事ですから。いくらでしたっけ総額。総額どのくらいでしたっけ。いや、総額運転万運転万までいかないですけど、ね、そのぐらいって大変ですけど、それはね、すごいことですよ、はい。それにしてはセキュリティが甘くないですかって話ちょっと甘いですけど、ね、ちょっといろいろありますけど、はいはい。さて、ね、うん、はい、さてここからなんですけど、どうしようかなと思ったんですけど、まずゲストの話をしようかな。そう、2週間後5月の22日に、はい、ここのスタジオに来る素敵なゲストからメッセージを昨日、はい、収録してきましたので、はいはい、そちらの模様を聞いていただきたいと思います、はい。それではどうぞ。湯沢かよこです。4月にリリースしました私の新しい、アルバム4枚目なんですけれども、ブレスオブラブ、こちらがですね今好評発売中となっております。聞いていただけていますでしょうか。でですね、実は上田でそのリリースライブすることになりました。7月18日土曜日、上田文化会館大ホールでやります。イエーイ。でですね、名付けて湯沢佳代子ニューアルバムブレスオブラブリリース記念ライブフルオブラブ優しい気持ちで in 上田ございます。昼の3時スタートなんですけれども、ローソンチケット、などなど、お買い求めいただけるんですけれども、詳しくは私のホームページで、チェックしてください。アルバムのタイトルブレスオブラブ、そしてライブのタイトルフルオブラブ優しい気持ちでということで、もうこのアルバムにギュッと詰まった愛を改めてフルバンドでたっぷりと楽しんでいただきたいですし、アルバム以外の新旧いろんな曲をですね、上田の方と一緒に会場を本当に優しい気持ちで、作ることができたらいいなというふうには思っています。ぜひぜひ、一緒に、楽しみたいと思っていますので、よろしくお願いします。待ってます。ということです。湯沢佳代子さん実はね、昨日FM 長野のエコーズという番組、昨日4時から放送してたんですけど、はい、その数時間前にちょっとお会いしまして、はい、ちょっと今のようなメッセージいただいたわけなんですけれども、上田でやると。おうおうおう、上田でやるんですよ。で、先ほど、ね、うん、先ほども言ってました、はい、7月18日の土曜日なんですけども、場所の方が上田市の合同庁舎の横にあります中央と中央公民館の中にあります文化会館の方で開催されます、はいはい。で、会場が14時30分、開演が、15時からとなっております。はい、で、チケット料金なんですけども、全席指定で前売りが2000円、当日2500円税込みで、今現在なんですけども、ローソンチケットの方で販売しているそうです。L コードが79436、 L コード79436で発売しております。あとですね、 FM 長野さん、の本社と長野支店の C 社の方でも販売しているそうですということなんですよ。79、ローソンチケット L コード79436、泣くしみると。そうそうそう、泣いて涙がしみる、泣くしみると覚えてくださいね。そういう、ね、発売しているそうですぜひね、
来ていただいて、そうじゃあ、まあ5月の22日にこのスタジオちょっと時間の方ははっきり分かりませんけども、はい、来ていただいて放送しますので、宇沢さんこの会場ここね、ここに来て来ていただけるんですか、宇沢さんが、この方宇沢佳代子さん来て一緒にいろいろと話をしながら、何を話するんだろうって言われそうなんですけど、ブレスオブラブの愛の呼吸、うん、息遣い、ブレスって息遣い呼吸って意味すごくいい曲で聞いてみたいですね。宇沢さんの曲、まあ、このあと1曲流しますけど、うん、ここにあるのか、ここに全部アルバム、ファーストから全部これで4枚目って言ったら4枚目全部あるんですけど、はい、どんどん優しい歌声になってるんですよ。すごく好きで聴いてはいる、ね、ブレスオブラブなんですけども、ぜひですね、7月18日は皆さん文化会館の方に、ね、来ていただいて、いいですね、ぜひアヒル口でいいじゃないですか、聞いていただきたいと思います、ね、鈴木亜美みたいなアヒル口ですね、ね、宇沢さん、ね、宇沢さんね、いいですね、なるほど。じゃあそれでですね、じゃあそのブレスオブラブの中からですね、1曲聴いていただきたいんですけど、うん、私とても好きなドリーミングガールという曲が入ってますね。その曲を聴いていただきたいんですが、この曲なんとですね、新幹線延伸北信濃線開業イメージ、はい、イメージソング、メッセージソングか、メッセージソングだって、多分ね、CM とか、はい、ではかかってた曲なので、あ、そうですか、皆さん知ってる曲なので、じゃあおなじみの曲かもしれない、おなじみの曲なので、ちょっとですねここで聴いていただきたいと思います。それではどうぞ、はい、take the train to the new world, take the train, take the train to the new world.
ちつた。はい、聞いていただきました。ね、いい声ですね。ね、いい声でしょ。なんかポップな感じの。そう、ポップな、うん、これ多分ね、このアルバムの中では一番ポップな曲です。あ、あとはもうしっとりです、本当に。結構バラード系なんですか。これにこのアルバムに関しては結構そういう曲多いですね。まあでも俺結構バラード好きだから聞いてみたいな、他の曲。ね、またちょっと、はい、今日はこれ残り全部流しますか。またちょっと後で。他にもね、トークなくなっちゃうけど、他にもね、紹介しなきゃいけないことが2つ3つあるんで、1時間じゃ足りなくなってきましたね。足りなくなっちゃうんですよ。2時間番組になるかな。なっちゃうかい。ゲストさんなっちゃうかい。いいですよ。でね、その、まあ、今音楽つながりなんですけど、はい、ここが中央2丁目の交差点なんですけど、はいはい、目の前の交差点がね、うん、目の前の交差点が中央2丁目なんですけど、ここからね、駅の方に下っていったところに、あれはどこでいい、どこでいいのか、あれは確か、あれはちょっと待って、ちょっと待って、あれ確か、こっちじゃなくてすぐそこなんですけど、あれどこでよかったんだっけ、ごめんね、ちょっと場所がね、ちょっと、ね、定かじゃないんですけど、はい、場所が出てこないと。確かに下ってて三井住友銀行のとこでありますね。でいいのかな、はい、確かそこなんで、あ、そう、中央3丁目、はい、場所の方が上田市中央3丁目の 3-5、はい、喫茶店アドっていうね、喫茶店があるんですが、うん、アドさんっていう、そこでですね、いつで出てもらったんだっけ、今信州大学の何年生だったっけ、3年生かな、うん、の佐藤孝則くんっていう、あのギター弾き語りで、はいはい、あのこの放送にいつだっけ、今年のまだ寒かったような1月か2月ぐらいに来ていただいた方がいるんですよ、で、このね、箱の中の夢っていうアルバムを、はい、自分で作ったんですか。これ自分で作った。すげえ。もう昔だから、自分たちの時代に普通 CD っていうと作れなかった、ね、作れないですよ CD なんか。だからもうカセットテープに録音してのレベルでしょ。そう、そのレベルの今 CD なんですよ。 でね、ちょっとまあ後で見せますけど、はい、あの昔のそのアマチュアミュージシャンが作ると、はい、どっかになかったっけ、どれから出せばいいかしら、あの裏が本当に CDR、うんうんうん、っていうの分かるじゃないですか。そうですね。けどこのアルバム普通に本当に CD なんですよ。あ、ちゃんとした CD、 楽器屋とかそういうの CD 屋で売ってる、うん、楽器屋じゃねえ、楽器屋っていうかね、レコード店で売ってる CD、 そう、 CD その作ったね、佐野くんが、その佐野くんがその後で、5月16日、はい、来週の土曜日なんですけども、15時ぐらいから、はい、ミニライブを開催するというお話を、情報ですね、すいません、昨日聞きまして、あ、そりゃあのうちのラジオで報告しなきゃいけないよって、うん、言わなきゃいけないよねって話をしてまして、ねえ、まあ、一人でやるんですか、ソロライブ。そうソロライブやるって。いや、東京あんな大学2年生ですよね。2年3年生かな、もう確か。すげえ。じゃあチケットとかも自分で。そう、チケットっていうかね、これね、ワンドリンク制で、ワンドリンク500円で入っていただいて、弾けるという話なんですよ。で、彼ね、このアルバム、はい、放送の時はそうだったの、このアルバムを作ってレコ発する時に、はい、長野にあります、インディアライブザスカイさんというライブハウスの方で、はい、企画ライブをした方なんで、そこまでやっちゃうんですよ、今の学生って。企画ライブ、うん、だから企画ライブ、要するに、あ、自分たち企画したら、そうそう、自分たち、要するに箱借りてそこで自分たちのやりたい人たち集めて、そこでいくらでやるからよろしくみたいな、そういうこと企画しちゃう大学生です。すげえな、今すごいですよ、本当にやることがなかなかだな。 CD 作るってすごいな。でも自分で作っちゃうんですもんね。そう、自分で作っちゃうで、今だから結構先生、ここの中央2丁目の交差点から、はい、市役所方面に進んでいただいて、はい、左手の方に前楽器さんっていう楽器屋さんがすぐそこにありましたっけ。あ、すぐそこね、82の先の、商工会議所手前のところにすぐ見える距離だ、うん、そこの前楽器さん、結構ね、いろんなミュージシャン来て、そこでもレコーディングやってるんですよ。え、そうなんすか。そこでレコーディングやったり。あ、できるんだ。できるみたいです。ここちょっとすぐパッと出てこないんですけど、この中の CD の中の1枚は間違いなくそこでレコーディングした曲は確実にあります。間違いないですけど、
今度マジスターのあれテーマ曲も我々のなんか作りますか、みんなの声もらってレコーディングで。まああるんでしたっけ、マチスタ、どうしましょうって話なんですけどね、いろいろお金かかるんで、あなたの街の伝えたいよ伝えたい街ツーターとかいうやつをどうですか、なんかやりたいですね、めーっつって、ね、最後ヤギさんだからめーめ、やっぱりそこやっぱそこめーっつって、ね、いやヤギさんですもんだからやっぱりね、ほやぎヤギさんですから、ヤギさんですからね。でそれでね、今の話じゃないですけど、そのね佐野くんってどんな曲歌うのって、はい、どんな曲なのっていうのをね、知らない人が多分多いと思いますので、ここでですね、この箱の中の夢というアルバムの中から、はいはい、大事なものはという曲を聴いていただきたいと思います。あ、いいですね、やっぱ聴いてみよう、ね、聞いてみよう、ね、そういうことでちょっと興味ありますね、はい、じゃあ聴いていただきたいと思います。それではどうぞ。夢ができました、大切な夢ができました、ひたすらに追いかけていました、大人になったら叶うと信じました。大事な人ができました、大切な人ができました、今日が明日につながるのなら大人になっても一緒だと信じました。誰かが僕に言うよ、大事なものなんてふとした時には全部忘れちまうんだぜ。やりきれなかった今日という日を忘れないように、握りしめてた大事なものは明日もこれからもなくさないでおきましょう。大事な人をなくしました、大切な人をなくしました、あれほど寄り添っていたことも今となってはもうただの思い出。悲しみも絶望も苦しみも引きずりながら歩いていくよ、明日はどうか素敵な日になれ。夢見てたような僕の将来はゴミになって灰になって空に消えてった。握りしめてた
マチスタ。はい、というわけで聴いていただきました。こういう曲でございます。いやー、なんか勇気が出ると、勇気が出ると元気が出ますね。まだこの彼の佐野くんの歌もすげえいい声してますね。でしょ。だから最近の、まあ、俺がこんなダミ声だから逆にすげえ羨ましいんですけど、こんなんなんすか、同じ人間とは思えないような。いや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 、ねえ、片やもうなんか酒焼けしたような声で、いやいやいや、片や天使のような声でしょ。羨ましいわ。どう頑張ってもこんな声出ないですもん。これ持って生まれた才能でしょうね。すごい遺伝ですよ。遺伝か、ね。いや、そうでしょう。だから何歌ってもって言ったらおかしいけど、うん、やっぱいい気持ちにさせてくれるじゃないですか、うん、そうだ。俺がこんな歌ってもね、なんか人は大切な気持ち悪いよ、なんか。いや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 、腹立つだけでしょ。なことないっすよ。大事なものを見つけました。そしたらこうやって肩組んで歌いそうじゃないですか。いや大丈夫って、もそれ酔っ払ったなんかノリでしょ。ただ、いや、え、そうなの。全然幸せになんない。俺が歌ったところで、やっぱり声って大事ですわ、印象。なんか ね、その相手が受け取る印象として、やっぱこう一つってね、表情もあるけど声って大事じゃないですか、うん、絶対に出すもんだから。この人の声やっぱいいっす ね、若干二十歳そこそこでこんないい声出んのか、ね、すごいっす。いやー、これは売れますよ、ね、もう売れます。俺今日おととしちょっと松本、南の松本にあるイトヨカドーさんの前でライブがあって、その時に初めて会いまして、はい、で、あのちょっと1枚あるんです。ここに CD がある。雷雲っていう、うん、あのメジャーデビューしてる信州大学卒業の方がやったから、はいはい、彼この雷雲のカバーをやってたんですよ。なんでカバーしてんの雷雲のみたいな、まあ、知ってるね2人なんですけど、はいはい。で終わった後にね、雷雲知ってるのって、大好きなんですと。え、そうなのみたいな。そこで話しかけて試合になったと。そうそう、お、来ましたよ、来ましたよ、あれ来ましたよ、メッセージ取ってきましたよ、来ましたよ。さあ、何でしょう。ですね、はい、あ、先ほど言いました、先ほどね、あの話をしました、うん、サザンアットホーム光109号さんから。おー、109号さん、109号さん、109号さん、ありがとうございます。こんばんは、はじめまして。こんばんは。ミクシーで番組を知りまして、神奈川県から仕事をしながら聞いていますと。面白い番組ですねと。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。え、仕事しながら今聞いてくれてるんですか。え、聞いたらですね、箱根のタクシードライバーさんだと。ああ、え、だから、ミクシーラジオでは聞けないでしょ。だからユーストリームで携帯見ながら。携帯で。事故らないでくださいよ。ちゃんと停車してから聞いてくださいね。運転しながらこう見るようなもんじゃないですよ。そうそうそう、まあ多分声だけ聞いてると思いますけどね。あ、声だけも聞けるか、はい、うん、聞けます、ね、汚いダミ声の人が一人いますけど、すいませんね、本当にね、私、いや、テンション低い私と、さあ、頑張れ、箱根って言ってましたよ、今。箱根今大変じゃないですか。そう、大変ですよね、今警戒レベルが2になったって、うん、上がってますからね。ああ、じゃあちょっと少しでも我々のしょうもないトーク聞いて、こんなくだらないやつがいるんだから、箱根もまだまだ捨てたほうじゃないと思っていただければね。ね、すごいですね。ありがたいですよ。だと思います。すごいです ね、そうですか、頑張ってください。タクシーの業界の人も大変でしょうけど ね、今観光客が減ってきてるっていうから、いろいろありますけど、うん。それでね、はい、先ほど枠が山ほど余ってるって話しましたね、言ってたんですけど、実は来週なんですけど、はい、通常放送15日、染谷地区のね、マイクか私か分かんなくなってきたから、え、マイクの上にマイクがあって、ね、なんかずっと見てたらなんか一緒だな、頭の形。これマイクじゃないですよ、これ頭これがマイクがあって、ね、マイクがあって、ここにもう一個マイクがあって、そうそうそう、そんないいな。で、そのね、はい、毎週ね、チーム T's4 が来ていただいて、はいはい、私ちょっとこのカメラの脇で操作しながら、まあ私もいるんですけど、はい、多分半分ぐらい私が放送しなきゃいけないんですけども、うん、その時は多分放送してる間に彼らは帰っていってしまうので、はい、来週8時半ぐらいから多分一人で喋ってると思うんですが、はい、その前日、はい、14日の日なんですけど、急遽ちょっとですね、町津田情報局を来週やります、はいはい、で内容なんですけども、うん、3月だったかな、3月にこの、番組に来ていただきました縦サークル真の代表、はい、小林幸太郎さんに来ていただきまして、縦サークル、縦サークル、あれじゃないですか、まあ、まあ世間、まあ、我々が縦ですね、縦、うん、まあ
空手とかの盾ってことですか。そうそう、あの剣の剣道の盾か、剣の盾、当てないでっていう、当てない、動きのね、止めるやつだ。そうそうそう、はい、でなんで彼あのその団体の方々って話なんですけど、その、はい、今年ありました第33回上田真田祭りの、はい、決戦劇、うん、決戦劇をあのシナリオ書いたのかな、多分書いたと思う、書いたりとか、その演出とかいろいろと細かいところまで全部演出をしてくれた方なんですよ、代表の方なんですけど、はあはあ、その方からですね、昨日急遽ですね、あの普通にあの活動してたらメッセージ飛んできまして、あの行ってもいいっていう話をされまして、どうしたんですかという、はい、どうなあの聞きましたら、どこでしたっけ、あれどこ行った、あったあったところだ、どこ行った、あれないじゃん、いつでしたっけ、メッセンジャーで、ね、いただいたんですけど、はい、とりあえずその真田祭りの裏話とか、はい、おお聞いてみたいな、その他もろもろをとりあえずっていうかですね、話したいんだと、はいはいはい、実際のとこそのありました、聞いてみたいな、でも 裏話どんな裏話なんですか、分かんないんですけど、あとね自主制作映画のね、はい、生蔵っていう映画があるらしいんです、それのね、はい、話を生蔵紹介したいということらしいんです、ほうほうほう、ね、すごいでしょ、なんかそんな話がありました。14日に来るんですね、じゃあその方が14日に14日8時からまたやるんですね、やりますんで、木曜日ね、木曜日やります、ほうほうほう、いいですね、ね、だからそんな話も出てきてまして、はいはい、ね、まあどんな話になるかちょっとまだ分かりませんけど、うん、とにかく楽しく笑えるじゃないか、いろいろとですね聞き出していこうかなと、ね、なかなか聞き出せることないので、まあね、そういう裏でやった人、裏って言ったら闇社会みたいですけど、うん、だから真田祭りの裏話をしてみよう、裏話をね、思いっきり話してもらおうかなと思ってるんですよ今、うん、ね、どこまで話していく、多分あの孝太郎さん来るとね、もうすごいんですよ、まだ発表されてない、この間も来た時も真田祭りの発表されないこと全部話してくれるからダメじゃないですかそれ、放送で話しちゃう、まあここだからいいやって話したんですけど、舐められてるじゃないですかマジで、いや逆にここが発信の拠点になってるんで、あ、いいんですね、公表される前に言っちゃって、そうそう言っちゃっていい、ね、まあ本人が多いって言うんだから言っちゃってもらって、まあ、そうかそうか、構わないんですけど、実行委員長でしたっけ、実行委員長がいいんだからいいやみたいな感じでバーッと喋ってもらって、楽しいね、会になるかなと思っております今、はい、でね、まあ残り時間も少ないんですけど、はいはい、ちょっと、ね、先ほどね、Facebook ちょっとですね眺めてたらですね、なんかね面白いネタっていうかですね、ロケが上田でやってると、何なんですか、あのね、何、今やってる映画じゃ、映画じゃなくて、なんだっけ、特撮っていうの、映画じゃなくて、何、なんとか戦隊、ああ戦隊もの、戦隊もの、そうそう、はい、忍者でしたっけ今確か、いや分かんないですね、分かんないですけど、そのロケを今上田の某とあるところでやってるそうです。どこなんですか、言っちゃいけないですか、大丈夫です、言っても多分言っても見れない、分からないし、うん、なんか今日の話だとそのどこっていうの、どこだっけあれ、旧丸山亭って、うん、北海道ずっと行った角のところにあるんですけれども、はいはい、そちらのあのね、多分検索するんであれば、そば屋の黒壺と検索していただくと、その辺で川沿いのところでなんかやってるという話を小耳に挟んでまして、そこはいいですもんね、場所的にはね、そうで、さっき通った時にはまだやってなかったので、多分夜やるんですか、なんか昼間もやるし夜もやるし、なんかいろいろ話聞いてますけど、いつやってるか分かりません、とりあえずやってるそうです、ロケやってるんで、皆さんもし見かけたら静かに見てやってください、キャーキャー騒ぐと大変なことになりますから、特撮のロケってあんま見ないですもんね、見れないでしょ大体、見れないか、中でやる、室内でやるのか、いや外です外でやって、まあ爆破はしないと思いますけど、あんなとこでできるんですか、うん、丸山亭の中でね、店長外丸山亭の脇に川流れてて、そちらの方でやってる楽しいです、はい、うん、上田はねフィルムコミッションがあるぐらいだから、そうそうそういうところが、ね、やっぱりそのね映画がここ盛んですよね、うん、映画撮影が
ね、だからそんな感じでですね、まさかまさかですよ、はい、いろんな、ね、あのロケやってるじゃないですか、上田って今、はい、やってますね、うん、まさか戦隊もの来るとは個人的に思わなかったです。あ、いよいよ戦隊もの、いよいよ戦隊もの来たら最後は何だ、わかんないです。紅白か、紅白、紅白やっちゃう、紅白の会場になっちゃう。あ、じゃあサントミューズ、サントミューズ、サントミューズ、紅白いいとこありますよ、ね、いいね、野島だってやったんだからこれ。そうだよね、でぜひ紅白も別に東京でやる必要ないですよ。そうそうそう、ね、そう、別にここでいいじゃん。そのためにはみんな聴取料を倍ぐらい払えば、そうそうそう、大丈夫大丈夫、受信料か、そうそうそう、 NHK さん、あの聞いた話で、その NHK の紅白歌合戦で、はい、あの衣装が評判になってた、あの小林幸子さん、はいはい、小林幸子さん上田来るそうですよ。あ、サントミューズでしたっけ、確か来るはずです。前ね、でも去年かな、別所に来ましたよ、節分。嘘、うん、俺行きましたもん。あのね、今ね、小林幸子さんね、すごいんですよ。演歌界だけじゃないですからね、オタク界の中でも有名な方。あ、そうなんすか。とある、とあるね、あのオタクの方にはよく分かってる、あのコミケっていうコミあるんですけど、その、何でしょう、コミックコミックマーケット、マーケットか、略してコミケ、はい、そのコミケに出店してるんですよ、小林幸子さん。何を出してるんですか？ CD とかいろいろと。コミケの中に、それはあのインターネット上？え？インターネット上とか。いや、じゃあ本当に本人が行って。あるんですか？コミックマーケットっていう場所が。場所は多分ビッグサイト。ビッグサイトあるでしょ？はいはい。ビッグサイトのところにちゃんと自分でブース出すためにお金払って、ブース代払って、はい、そこに自分座って直接販売してる。あ、そうなんですか？本人が。さっちゃんすげえって。それ珍しいですね。ないですよ。ないな、ニコニコ、ニコニコの生動画、動画あるじゃないですか、はい、あれじゃないですか、本当に現場行くといるっていうのがさっちゃんだってわけだ。すげえ、それは会いに行くだけでも見に行きたいですもんね、人も見るだけでも。で行ったら買っちゃうでしょ。そしてで去年の夏のコミケから出てるらしいんですけど、はい、行った方がうちの職場にいまして、前代未聞の行列ができたんです。もう、それはそうです。だって素人の中で一人だけプロが混ざってるでしょ。そう、芸能人。ええ、芸能人確かに知ってる方も、だから他にもいっぱいいるんですよ。他にもいるんですか。だから聞いたら、その漫画描いてるね、同人誌でもあるんですけど、はい、それで漫画描いてるプロの方もいるんですけど、はい、違う名前で出てるから素人には分かんない。分かってる人は分かるけどみたいな。だから全員が分かんないけど、小林幸子で出ちゃってるから誰が聞いても分かるでしょみたいな。もうあれしかいないですもんね。さっちゃんしかいない。そう、あのさっちゃんしかいないよ。すごいっすね、さっちゃん。さっちゃん、そのさっちゃんが来るんですよ。そう、さっちゃん上田来るそうです。いつでしたっけ？ちょっと日付までちょっとまたちょっと分かんないんですけど来るそうです。それ要はコンサートですよね、もちろんね、うん、サントミュージアムとかね。で、あの衣装を持ってくるそうです。聞いた話によると。そう、紅白で。紅白で来たあのでっかい衣装。すごいな。あれ衣装って言うのかって話もあるんですけど、衣装じゃないよね、あれどう見てもね。衣装じゃなくて衣装ですね。死んだ時にかけてる。そう衣装持ってきてどうすんだ上田でってね、服を持ってきてくれると。そう、持ってくるそうです。いや、それは来るでしょ、お客さん、うん、みんな。はたや隣の東御市はあの八代亜紀さんだそうです。八代亜紀さん東御っていう、東御という市に似合いますね。八代亜紀。八代亜紀さん来るそうです。ああ、なんかいいな。だそうです。上田氏が小林、確か東御氏が八代亜紀。八代亜紀っぽいな、なんか。だそうです。作詞はなんだろう、千田光夫。千田光夫。ドカンって逃げちゃう。いや、だったら千田遥かで。千田遥か。娘で言う、娘で。娘でいいですか。娘の方がいいや。女性にしなきゃね、そこはね。そう、そこはね。当て逃げされて逃げちゃうからね。ええー。いや、千田光夫だったら。あ、そうだね。なかなかなかって、ね。なかなかって笑って逃げちゃうから。そうだよ、ね。ダメですよ、タクシーのドライバーさん、事故ないでくださいよ、今ね。ね、ちょっと当て逃げなんてしちゃったから。ということでね、いろいろ喋ってきた町津田情報局なんですけど、終わり何もなくですね、はい、締まりもなく10秒の後、ね、こんな感じで終わりになるわけなんですけど、はい、じゃあ来週はまたね、来週また別の方来ますよ、来ますんで、私も来るかもしれません。そう、邪魔しにね、全然来てもらって構わないと。あ、来たら来たら来たで、また8時半ぐらいか、8時半から2人で話してもいいわけです。あ、そうか、1人になるんですもんね。そうこの辺にいますから、じゃあ呼んでくださいね。わかりました。また顔出してくれそうです。全然、どんどんね、うちの番組露出していただいて、チェーモンさんにはガンガンもそうですね、やっていただいて、ちなみにマイクじゃないですからね、この頭ね、そうまだマイクじゃないですかね。うまい位置をちょっと今度考えておこう。今度俺の頭これパッと置いといてもよくないですか。そうなの。いや、マイクじゃねえよって言ってずっと喋ってて、オープニング喋ってて、いや俺マイクじゃないですからね、ヤギさん。あ、こうやってね、この位置に。あ、その位置に。だからちょっと似てるじゃないですか、ビジュアル的に。これあ、ビジュアル的にね、似てるでしょ、これ、うん、似てるね。今度ちょっとやってみようかな、そのネタで。マイクネタマイクネタ言いましょう。やりますか。はい、はい、
ということで、ですね、最後なんですけども、はい、5月6月の町津さんのおすすめソングということで一曲流させていただきたいと思います、はいはい、曲の方なんですけども、飯田市で活動しています、はい、いちご庵の、ああ先週も言いましたね、そうそうそう、いちご庵の自転車に乗っていい時期なんで皆さん自転車に乗って、はい、町を散策してはいかがでしょうか。いいですね。また自転車のね、メーカーさんっていうか売ってるところでも話をしたいなと思ってますね。またその時は、はい、聞いていただきたいなと思います、はい、ということで今週はこれで終わりであります、はい、それではまた、ご案内はパーソナリティのヤギとシエモンでした。よろしく、ありがとうございました。さよなら。